今年も海を越えてあの熱い奴らがやってきた。新日本プロレスとアメリカ ROH の究極コラボバトル、オーナーライジングジャパン2018 Here we go。 個性派揃いの ROH レスラーズ、新日本初登場となる2人のナイスダイバー、この男たち、強く華麗な戦いを見せるジュニア戦士フリップガーデン、櫛田高橋宏武とのスペシャルスリーウェイマッチで熾烈な争いを繰り広げる。 ROH が誇る大型爆弾ビアシティブルーザー、後藤宏樹からネバー王座奪取なるか。さらにケニー・オメガ対吉幸太が今ついに始まった。今から8年前、 IWGP ジュニアタッグのベルトを巻いた上、ジュニアタッグとしては史上初のプロレス大賞ベストバウトにも輝いた伝説のタッグチーム、ゴールデン・ラバーズ。その後たもとを分かち、それぞれの道を進んできた2人が今再び歩みを共にする。それどうした、はい、そんな T シャツ、自分で買ったんですよ。T シャツでしょ。そう、同じです。いやペアリックしようと思って。奇跡の復活、そしてバレットクラブの行方は。夏のクセよ、今ここでしか見られないワールドワイドな戦いの祭典、バラーオブザワールド、オーナーライジングジャパン2018。